東京都知事選挙、石丸伸二陣営の選挙違反の可能性についてお話をしたいと思います。まあ、こちらに、ね、出ている写真はですね、まあ、私がツイッターに上げた写真でですね、まあ、撮ったその、すぐですね、上げたものでございます。5月15日のですね、まあ、午後2時42分に上げております。都道府県会館かどっかですね、まあ、この近くにあったんですね、まあ、たまたまね、見かけたのでね、話しかけてね、写真撮影に応じていただきました。まあ、都道府県会館でなんかイベントがあったのかな。で、まあ、写真撮った時にですね、まあ、私のこともですね、まあ、ご認識いただいてたというところでございます。ということで、まあ、私個人的にはですね、まあ、石丸伸二さんにですね、まあ、悪い印象はないんですけど、まあ、ただね、インターネット上での情報、まあ、調べてみると結構、まあ、いろいろと、まあ、されているなというのが、まあ、わかりました。まあ、それも、含めてですね、まあ、石丸伸二さんの、まあ、政治家としてのね、実力ということで、良くも悪くも評価するべきところではあるとは思います。で、ちょっと選挙違反の可能性について、まあ、4点ね、お伝えしたいと思います。これについてはですね、私、以前から自分のブログの方ではね、取り上げてたんですね。ちょっとブログの方を出しますね。こちらかな。はい。とりあえず4点挙げるとですね、まず有料のインターネット広告。そしてですね、選挙、中にしか出ないはずの確認団体がですね、選挙前にできていて、まあ、活動されていた可能性。で、もう一つ、事前ビラというものがですね、まあ、配布されていたと。まあ、その辺うまくやるのであれば、政治団体ビラとかでごまかす必要があるんですけど、まあ、陣営が事前ビラ、ばらまいていたということ。で、もう一つですね、事前運動で投票してください。というのは、まあ、基本的にはダメなんですけど、その街頭でですね、石丸伸二に投票してくださいは禁句でございますというですね、まあ、そういうごまかし方をされてて、それがいいのかということでございますということで、まあ、事前のね、企画で、選挙前の企画で石丸伸二さんとひまそらあかねさんのね、まあ、対談が、まあ、ありました。まあ、これいろいろとね、ひまそらさんも結構叩かれてますけど、まあ、ただやっぱり石丸伸二さんがですね、ちょっと、結構読んだっていう漫画のですね、知識がもう相当なかったというのはですね、判明したんじゃないかなと思いますし、まあ、ひまそらさんのね、漫画クイズ状態になったみたいですけど、まあまあそういうことがね、まあ判明したっていうのは、まあ良かったとは思いますし、まあ制作のお話はもうちょっとあっても良かったのかなとは思っております。石丸伸二さん、選挙前にインターネット広告をされております。で、まあこれはですね、選挙前の事前運動とか、あと選挙中のですね、選挙運動、まあ事前運動って、まあ罰なんですけれど、まあ、いわゆる政治活動と、選挙運動ですね。選挙前は政治活動はできて、で、選挙が始まったら選挙運動が、まあできるというものなんですけど、まあこのインターネット広告はね、結構、政治活動でも選挙運動でもかなりね、制限されるもんなんですよね。まあ、そんな長い広告じゃなかったですね。1、2分のものでしたけど、まあ、難しい挑戦をしようとしていますということで、まあ、東京都知事選挙に、まあ、立候補をね、するような、もうことを示唆するようなものだったと思います。で、まあ、説明欄のところにね、東京を動かそうって、まあ、出てくるわけですね。なので、まあ、東京都知事選挙を示唆するものであって、まあ、これね、政治活動でも選挙運動でも相当、限られます。挨拶目的ダメなんですよね。はい。政策宣伝や演説会の告知などであれば挨拶目的には該当しないとされています。今回の石丸伸二さんが出してたインターネット広告はもう挨拶と言われてもおかしくないんじゃないかなと思います。はい。で、もう一つですね、確認団体というものがあります。これ確認団体はですね、何かというと、候補者が作るとですね、政治活動もできるようになります。本人の名前は書かないんだけど、本人とは分かるような、そういうビラも配れるようになると。確認団体って、まあそういうふうに使われるもんだと思うんですけど、まあ石丸さんの場合はですね、その有料広告、事前に、選挙前にね、流してたんですけど、それをですね、確認団体がやっているということなので、確認団体って選挙期間ね、始まらないと、これ、存在しちゃいけないものだと私は認識しているのでね。はい、確認団体、選挙期間中に指定されるものだから、これは事前運動だと言ってるに等しいですね。確認団体はまだこのように存在してはならないものです。これ選挙を始まる前のね、投稿になります。6月16日の時点のものですね。ということで、2点お伝えしました。有料のインターネット広告、結構際どい内容だと思いますし、あとですね、確認団体
なるものが選挙期間始まる前に出ていたということでございます。あとですね、事前ビラというものが、まあ、配られていたということがあります。はい、これですね、石丸伸二応援団、石丸伸二東京を動かそうっていう方がですね、選挙始まる前にこんな投稿されてたんですね。この事前ビラを42万枚、19日夕方まで23くらいに配布しないといけないんです。それ以降は公選法上このビラ使えなくなり廃棄になります、うんぬんかんぬんということで、それに対して渡瀬さんがね、スタッフが事前ビラとか言ってんだけど、どんだけ公職選挙法知らないんだろう、これ配ると事前運動に加担しかねんぞということですね。政治活動のための政治団体のビラじゃなきゃダメだろう、スタッフに再教育がいるなということで、まあ渡瀬さんはね、選挙のプランナーとしてね、まあかなりご活躍されてた方でございます。まあ事前ビラとね、スタッフが呼んでいたので、まあこれは危ないだろうと。はい。あとですね、街頭演説の動画があるんですよね。ここでは再生しませんけれど、内容はですね、はい、こんな感じですね。まあ女性の声だったんですけど、19日までは選挙活動はできませんので、石丸伸二さんを勝たせてください。いや、一票お願いしますは禁句でございます。ただ、石丸伸二さんのお考え、お人柄を広めていただく、布教活動は OK でございますということで、勝たせてくださいや、一票お願いしますは、禁句でございます。否定してるけど、ね、結果的にこれ言ってるんですよね。石丸伸二さんを勝たせてください。石丸伸二さんを一票お願いしますって言ってるので、禁句でございますで否定すればいいのかというですね、ものではないとは思います。石丸伸二さんも、まあ、かなり危ない橋をね、渡られているかなと思います。もう一度言いますね。有料インターネット広告、そして選挙前に確認団体ができていたとこと、そして事前ビラを配布されていたとこと、そして投票してくださいは禁句ということで、まあ、ちょっとごまかした演説をされていたこと、これ選挙前ですよ。はい、こういったことをね、もう指摘させていただきました。昨日までの動画にですね、石丸陣営ちゃんと突っ込め突っ込めというですね、リクエストがまあありましたので、まあそれに答えさせていただいたという次第でございます。公職選挙法ってね、結構難しいというところもあってですね、まあただ一方でその中でまあ選挙にね、勝ち抜くにはですね、まあ法律ギリギリのところ、あるいはですね、もう違反なんだけど多分追及されないみたいなところはですね、もう各陣営ついていくものだと思います。まあそこはね、もうそういうもんなんです。なので、まあそこは有権者がしっかり判断するべきだなと、まあ私は考えるところで、まあ石丸伸二さんの動向はチェックして、指摘はしていたということをですね、まあお伝えしたいと思います。石丸伸二さんね、非常にね、若くて、まあ頭もね、良くて、まあ戦略的には、すごい、しっかりされてるんだと思います。賛否あると思いますけどね、はい。まあそれはそれで、まあ政治家としての実力なんだろうなと思います。やっぱりドトールのですね、創業者に資金支援してもらってたり、あとですね、選挙の神様と言われる藤川さんっていう方に、まあプランね、選挙プランナーついてもらってたり、まあしている中でですね、まあその石丸さんがね、政治家の排除をですね、訴えているっていうのはちょっと違うのかなっていう気はしますね。そういうね、ドトール創業者、そして藤川選挙プランナーのつけている状態で、まあ、明らかに政治家というところなので、東京都知事選挙になるとですね、まあ、そういう方がまあ勝つんだと思います。はい、ということで、ティマソラアカネさんね、立候補されておられます。公金徴収をなくすということをですね、まあ公約、第一の公約に掲げておられて、まあそれをですね、なんと毎日新聞は削除して報道するというですね、まあ信じられないことをしておりますが、まあそれも、にも、屈せずですね。まあ、多くのネット上のね、支援者がいると思います。私の考えですけれど、まあ、ひまさらさんの場合は、その、税金払ってる人がですね、まあ、が、本当にバカバカしくなると、コラボ問題しっかり、あとは WBPC 問題しっかり、税金払ってる人がですね、もう怒りを、ひまさらさんの指示に、まあ、繋がっているので、そういうしっかりとした感情があるので、まあそこをね、うまくついて、それが広がっていけばですね、結構可能性としては出てくるんじゃないかなと思います。まあ私としてはね、現実的な目標としては、この、現在、いわゆる主要4候補ですね、小池さん、あとは蓮舫さん、石丸さん、そして田母神さん。まあそのね、4人の誰かより上回った票がね、取れると、まあすごいことが起こるんじゃないかなと思います。メディア完全に無視してましたからね、ちょっとわからないですけど、ただ現状の事前調査の結果では、
まだまだ上がってきておりません。まあ、順番としては、まあ、小池さんがね、結構トップなんですよね。新聞記事見てたらこれ書いてありますよね。小池さんが先行で、まあ、蓮舫さんが追っていると。石丸さんも追っているということで、小池さんと蓮舫さんもかなり空いてるので、まあ、なかなか逆転は難しいんじゃないかなっていうぐらいだと思いますが、まあ、その中で、まあ、4番以内に、今空さんが入ってくるのかどっていうのはね、ちょっと、気になるところで、ございます。はい。まあ NHK 党はですね、今回候補者24人もね、出して、まあ、掲示板ジャックをしておりますが、とにかく目的として NHK 受信料支払う人を減らす。減らして NHK をぶっ壊すということなので、まあそれはね、しっかりと多くの人に認識していただきたいなとは思います。ポスターにですね、まあ注目される方が、まあ一人でも増えて、そして NHK 受信料を支払う人が、まあ減ればいいなと思います。あとですね、今回のね、何かと批判受けておりますけれど、これを機会にポスター掲示板のね、議論などできたらと思います。まあデジタルサイネージ化みたいな、そんな感じでもいいんじゃないかなと思います。はい。NHK をぶっ壊す。